はい。えー、即課塾の久保です。今朝、小川淳也さんが消費税はなくしてもいいんじゃないか、廃止してもいいんじゃないか、というふうに言われていた動画をお、これを見てですね、その感想を私、動画にしてアップロードしたわけなんですけども、これについてコメントをいただいてますので、少しずつ読まさせていただきます。まあ、小川淳也さんに関しましてはね、まあ、いろんな見方があるんで、私が小川淳也さんが好きですよ、 って言ったことに対しての反応はちょっと怖いところもあるんですけどもね。でも私も正直に人が好き、人が嫌い、これは表現してもいいのかなと思いますんで、小川淳也さんはね、私は会ったことないんですけども、お会いしたいなと思ってますね。えー、皆さんはどういうふうにお感じでしょうか。それではコメントを読ませさせていただきます。<laughs> えく、ー、桜さん、今の日本で総理に相応しい人材はいるのかでも国会中継の西村君は情けない。あれでも大臣このままなら暴動を切るよ。アホ政府。 無能ないかがもうダメだ。とにかくホームレス助けなで死んじゃうよ。真冬だよ。犠牲者な。 なんだよ、ホームレス助けないと。これはね、私もそう思います。ですんでね、私たち国民が、ここに助けるべき人がいますよってことをやっぱり見つけてね、ここですよ、ここですよっていうふうに表現していくことはできるんじゃないかなと思うんですよ。それが助け合いだと思いますので、私もね、この YouTube のコメント欄で皆さんコメントいただきますんで、それを、権力者の方、政治家の方に届け続けることはこれからもやらせてもらいます。えー、小川淳也さんにも届けております。 まあ見ていただいてると思いますけども、反応がいつになるかはそれはわかりません。やっぱりね、私みたいに声を届ける方って多いと思いますんでね。はい、次ですね。give me 給付金第2弾 please。あ、これはね、ほんとそうですよね。えー、小川淳也さんに言ってもしょうがないかなと思いますんで、麻生さんにでも言いましょうか。はい、次。これからはブルーカラーがエリート時代かね。かつてのスレンのように。これはどうなんでしょうね。私は人間じゃなくて、 システムとか AI だとか IoT のような気がしますんで、まあそういったテクノロジーを使いこなせる人間になっておきたいなと思います。えー、で、一度総理にしてみたい人物だね。私ね、本当にそう思うんですよ。この方はとにかく市民からの質問に逃げないで全部回答してくれるんですよね。え、それで話がわかりやすい。 え本当にね、安倍総理みたいに、えー、とかうーの、まさに、その、あの時のとかね、こういう風にね、全知事を挟まずに、すべて必要な言葉だけを届けてくれますね。で、政策の失敗っていうのは誰でもあるんですよ。 政策の失敗について、えー、結果論で攻めるつもりはありませんけども、ただね、約束したことを、やっぱりこう撤回するのか、それとも実行するのか、このメリハリと、明確にするところ、その姿勢ってのは政治家には不可欠だと思ってます。今ね、菅さんにしても、それがちょっと前の安倍さんにしても、やることが信用できないし、言ったことが信用できないし、で、安倍さんに、 関しましてはねあれだけの不正をやっておきながら説明責任を果たしたとかね説明は尽くしたとか言うわけでしょいや本当にねやってらんないですよね。あんな人がこの日本を支配していたなんてのはね。あの自民党の支配が続く限り私たちの暮らしは闇だと思います、はい。次ですね。自分は病気で仕事できないので消費税で、えー、税金を納めていると思ってます。それもいいですよね。 うんただ、ここにはね、あの、消費税っていうか、税金が、あの、我々の国家運営の財源ではないというところをね、やっぱり私たちももっともっと理解しないといけないかなと思うんですよ。でも、こういう気持ちで税金を納めてくださってる、その心意気には私もね、ものすごく共感します。うん、素晴らしいと思います。えー、桜さん、病気なら無理しないでご自愛ください。これね、本当に私もそう思いますね。あの、すごく心を意気はわかるんですけども、ご無理はされないでください。まず体をね、治していきましょう。 シンシンさん、あ、給付金ですよ、と書いてます。なんでしょう。アメリカが出したから出さないとバランスが取れませんね。あ、そういうことですよね。はい。えー、リーダーシップ取れるれじゃないとダメですよね。はい。もう、本当はね、あのー、 誰かいい奴いないのかよじゃなくて、俺にやらせるみたいな感じで自分に力があったらいいんですけどね。私もちょっと、申し訳ないことながらあ、この国を運営するほどの力はないなと自分の力量の未熟さを感じております。まあですからね、少なくとも、この人だったら大丈夫かなみたいな人を選ぶ目をこれからも養っていこうと思います。皆様もご指導よろしくお願いします。それでは本日は以上です。